朝日がまぶしい。コーヒーでも買ってこようかしら。Thank you.
スベル方面行き大陸横断鉄道をご利用いただきありがとうございます。次はケルディック、ケルディック。バリアハート方面にお越しの方は次でお乗り換えとなります。ここがケルディックか。のんびりした雰囲気だけど結構人通りが多いんだな。あちらの方にある大一目当ての客だろう。外国からの商人も多いと聞く。なるほど、帝都とは違った客層が訪れてるのね。ちなみに特産品はライ麦を使った地ビールよ。君たちは学生だからまだ飲んじゃダメだけどね。いや、勝ち誇られても。別に悔しくはありませんけど。さてと、それじゃ早速今日の宿を案内してあげるわ。と言ってもすぐそこなんだけど。あ、はい、お願いします。
この一杯のために生きてるわね。完全に満喫してるし、しかもまだ昼前なんですけど。あら君たちまだいたの。私はここで楽しんでるから遠慮なく出かけちゃっていいわよ。もう勝手にまとめないでください。何なんですか特別実習の内容って。思っていたよりもハードじゃなかったのは安心したんですけど。まあそうね。とりあえず必須のもの以外は別にやらなくてもいいわよ。全部君たちに任せるから、あとは好きにするといいわ。だからそうやっていい加減なことを言わないで。いや、そうした判断も含めての特別実習というわけですか。え？どういうこと？実習期間は2日間。 A 班は近場だから明日の夜にはトリスタに戻ってもらうわ。それまでの間、自分たちがどんな風に時間を過ごすのか、せいぜい話し合ってみることね。いろんな屋台があって目移りしちゃうね。